サグラハスの戦いは、1八8六年十月二十三日に、現在のスペインエストレマデューラ州のバダホス北東のサラカにおいて、ムラビト町のユースフイブンターシュフィーンとカスティーリャを、アルフォンソ六世の間で行われた戦い。セビリアの大ファアッパード三世アルムーをはじめとする、大ファ諸国の救援要請に応じて、ムラビト町のアミール、ユースフイブンターシュフィーンは七千の兵を率いて、 アンダルシアへ上陸した。サグラハスまで進軍する過程で至るところから、イスラム兵が加わり、最終的には3万まで膨れ上がった。カスティーリアをアルフォンソ6世は、6万といわれる兵を、率いて戦場に到着した。両者は互いに戦線を布告し合った。ユースフ、イブンターシュフィーンは、回収か功能か喧嘩の選択を相手に迫り、アルフォンソは戦う姿勢を貫いて、 金曜日から先端が開かれた。最初に突撃を開始したのは、アルフォンソ6世からであった。初戦はほぼ互角であり、口述するように、イスラム軍側も少なからず、損害を出した。ユースフイブンターシュフィンは、自軍をアッパード3世アルムスタミドの1万5千、自らの1万1千、四千4のインド式の剣と長い投げ槍を持った、黒人重装不評の3つに分けた。 アッパード三世アルムスタミドの軍勢は、アルフォンソの軍勢と直接戦いを始め、やがて、ユースフ率いる一万戦がその戦列に加わり包囲を、始めた。村人軍本体の打ち鳴らす太鼓の音と、それまで見たこともない朝黒い戦士たちの隊列は、カスティーリア軍に未知なるものへの恐怖感をじわじわ与え、アルフォンソが、喫下の精鋭を手元に引き返させたことは、 イスラム連合軍の士気を高めさせた。勢いに乗り始めたイスラム連合軍は、怯えと混乱に陥ったカスティーリャ軍に包囲攻撃を加えて、そこへイスラム軍の黒人不評軍がとどめの攻撃を加えた。カスティーリャ軍は戦死者59,500万という甚大な被害を出して大敗し、わずか100名の騎兵が帰還できただけだったという。 アルフォンソ6世も何とか命からがら戦場から離脱できたものの片足を失うこととなった。この戦場はサラカと呼ばれた。つまり戦場で多量の戦死者が出たためにその地で滑りやすい場所となったのでそう名付けられたという。ところで実際にはほぼ同時代の記録にもかかわらず実際に戦闘に加わった人数について誇張しすぎではと考えられている。 カスティーリャ軍は2000ほどの騎兵を含めて全部で14000ほどであったと考えられている。そしてそのうち少なくとも半数は確実に失われたとみられている。ロドリーゴ・ムーニョスやベラオベなどの戦死者はいたものの、怪我をしたアルフォンソ六世自身と貴族たちの大部分は生き残って引き返すことができた。1086一方で村人軍の犠牲も少なくはなかった。 ダーウード・イブン・アイーサは、カスティーリア軍の最初の1時間の攻撃で陣営を打ち破られて戦死した。またバダフォスの大ァ・アルム・タワッキル、イブン・アル・イコール・アフタスも死んだ。セビラの大ァ・アッパードセ世アルムーは、カスティリア軍の先鋒アルバ・ファーニョスによる、最初の突撃で怪我を負ったが、持ち前の強胆さで、イスラム連合軍を勇気づけた。また、コルドバのイマームとして知られていた。 アブルアッパースワフマドイブンルーミリアも戦死者に含まれていた。ユースフは多くの犠牲者に落胆したと語っている。加えて彼の後継者も亡くなったことからモロッコへ帰還せざるを得なかった。そのためカスティーリア側は大敗北にもかかわらずあまり領土を失わずに済んだのである。この戦いにはエルシッドも参戦していたことでも知られ、その場面が映画化されている。 ありがとうございます。